ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島へさか店。サービスエンジニア前田さんのおすすめは、人気のいちごビュッフェがありますよ。へー、春だね。一目惚れするデザインって聞いてたけど、よりスタイリッシュになったよね。確かに、より低重心でスポーティーに進化したし、サイドシルエットも最高じゃわ。グランビアでイチゴビュッフェか。わー、ホテルってワクワクするよね。ねえ、ほんとほんと。あ、イチゴかわいい。ほんとだ、見て、カフェ&ビュッフェでイチパレード行ってみよう。行ってみよう。わー、見て、イチゴたくさんある。もう同じじゃね、見て、イチゴのタルトも美味しそう。早く食べたいね。いちごの方は九州産のいちごを3種類使っております。エタマオがメインになって、いちご産であったり佐賀ほのかであったり日によって変わるんですけれど、いちごビュッフェ自体はいちご3種類含めまして15種類ほどフレッシュ感をダイレクトに届けたいっていうのが一つありますね。はい、そうです。鮮度、みずみずしさ、あとまあ見た目のツヤであったりとか、あといちごの種類によってカットの仕方を変えております。はい。ランチメニューもあるんだね。本当だね。なんか彩りも良くて豪華だね。で、今回ランチブッフェと、いちごブッフェをこう一緒にして、はい、より楽しんでいただこうっていう形で提供させていただいてます。季節のものを、旬のものを取り入れております。今の時期だとやっぱり菜の花を使ったパスタですね。はい、こちらおすすめです。たくさん取った ね。なんか我ながらセンスあるよね。美味しそう。甘くてジューシー、やっぱ甘を最高。ヨーグルトムースだ。もうね、酸味と甘みがちょうどいい。美味しい。3月の31日までいちごブッフェをやっております。本当いちごを贅沢に満足いくまで食べていただきたいっていうのが一番ですね。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。ホテルグランビア広島のランチビュッフェ、ペア招待券など豪華プレゼント。さらに3月18日19日ネッツトヨタ広島へさか店で東区南区のいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。すっごくきなこペーストが濃厚で美味しい。